今年の正月、今日はもう4日目ですから、いよいよ皆さん、初仕事にお出かけになる時ですが、人が少ない。みんな家にこもってる。お金がないから。先日もリッツカルトンっていう六本木のかなりにぎわってるんだけど、毎年ロビーは閑散としてる。和食の方行っても空いてるんですよ。毎年リッツカルトンで飯を食おうとするならば、まあ予約しといてもいっぱいだから取れないとか、飛び込みで行ったら絶対もう席がないと。今年はガラガラですよ、これ。だから帝国ホテルも大倉ホテルも大谷ホテルも、ペニンシュラからマンダリンから全てがおそらくそうであろうと思います。だからといって海外行ってるわけじゃない。コロナで行けない。もちろん温泉行っていくこともあまりないだろう。これははっきりと言ってアベノミクスが失敗した後遺症だということ。アベノミクスの失敗の後遺症が今こういう形で現れている。前から言ってるけども、地方へ行って、まあ私も時々別府の私は家帰る場合がある。そして、クリニックへ駐車を打ちに行って、帰りは歩いて行って、帰りも歩いて帰る。ちょっと今日はくたびれたからタクシーに乗ろうかと思って、待てど暮らせどタクシーは来ない。1時間待っても通らないという状態だったんだけど、それを今年は元旦も2日の日も歩きながら散歩しながら、ちょっとなタクシーでちょっとだけ次のとこへ行こうかと思ってタクシーを待ってもタクシーが流れてこないという。今日は流れてましたけどね。やはり東京もいよいよゴーストタウンに向かってるなと。だからそういうふうに東京はどうだこうだ、大阪はどうだこうだというんじゃない。ニューヨークもロサンゼルスもサンフランシスコもシカゴもロンドンもリバプールもフランスのパリも、ね、ニースも、あらゆる町々、ローマも、デュッセルドルフも、フランクフルトも、そしてミュニックも、ベルリンも、全部、やはりそういうふうになってるだろうと。そして、ビバリーヒルズ、アメリカのお金持ちがたくさん住んでるところに強盗ギャング団がどんどん狙い定めて金持ちの金を巻き上げに来る。まあ何回も言うけど、これが新しいリセッションにつながるということです。逆肉強食、金持ちは必ず殺されるという時代に来るんじゃないか。奪われちゃうから。こそぞろじゃないんだ、ギャングなんだから。ダンダンダンと撃って、で、皆殺しして金を取っちゃう。この時代に備えあれば憂いなし、何を備えるかと。
だから我が身は我が身で守るというのは私はずっと言い続けている。誰が来ても守れる。だからかつて豊臣秀吉が琉球の武士たちから刀や槍全部奪い取って刀狩りをした時に、琉球の武士たちはすかさず考えたのは、武器はこの体だと。五体を鍛えて武器とするという、この体を武器にしちゃったわけですよ。バーン、蹴りだと、バーンと。え、それみんな人狩り、突き狩り、え、そして蹴り狩りと、これを今競技でやってる空手道は、この4月29日代々木第二体育館で実践五神空手道、これのいわゆるトーナメント無差別でやります。浜井という人が実質的に開発したこの実践空手道、この五神空手道をこれから身につけて、自分の身は自分で守り、自分の家族も守ると、そしてそれの集団を作って大同団結する、これをやらないと、まあ、今の暴力団ヤクザも暴力団になっちゃってる。弱い者から金を取る、弱い者から金を騙し取る、詐欺集団になってくる。これは頼りにできない。だから強い日本人はまだ最低でも200、300万人おるだろうと。それを大同団結して守る以外ないと私も決心して、その名をスミロドンとつけた。スミロドンを300万人ぐらい作って、その実践五神空手で全てをカバーする、全ての身の回りの被害を全部取り払う。まあこれをやら、誰かがやらないと全ての日本人が悪質な悪事の働く汚い連中に食われてしまう、そういう犯罪組織を排除し、正しく弱い者を守るという、その技術を、その技を今開発し、敵と戦うときは相手の急所を狙うという、そういう技術を持ってですね、その大会を開いて復旧させたい。その最高人口は300万人ぐらい作らなきゃダメだと。だから今年の年末には武道館クラスのところでその競技大会をやろうという決意です。